ここですよ。この道、僕が言う。ここら、俺が言うてんの。島まで行ってないですよ。半分。半分も行ったかどうか分からへん。この道やったと思うんですけど。こんなもん、こんなん。熊出てくるやつ。クマプリーズ。岩じゃない分走りやすそうでしょ。まだ粘土っぽい。いや粘土までやかん。まあ土が固まったような感じ。いけるいけるって舐めてたらどうなるか。山舐めるでねえぞ。早速行きまする。ここに連れてきたかったんですよ、みんなを。バキバキ枝いで。骨折。え、どうした。あ、挟まった。俺と同じような感じになってるやん。俺のもっと太い枝やったからね。まだね、さっきの岩と違って下がねこんなもんなんで、滑るぐらいなもんじゃないですかね。向かぬってね。ちょっと飛ばさんといてやん。土骨折に土かかってるよ俺に。楽しい思いますよ。結構これね、これね、山舐めてたらもうえらい目に遭いますよこれ。これあかん、お腹引っかかった。ちょっと待って、まだ引っかかスタンド、スタンド倒され、なんやねこれ。よいしょ、いろいろ引っかかってくんね、山は。え、無理な。もっきり土飛ばすやん。あの、幼な無理やな。オッケーオッケー。思いっきり滑ったよ、俺が滑っとるやん。また行けるかな。骨折ちょっとタイヤがやばいな。山ん中でね、あんだけ滑らせていったら次俺の行く場所ないんじゃん。ブレーキ行きかよ。めっちゃカメムシ臭いね。俺の前かき上げるよ。誰のブロックタイヤちゃうの。思いっきりかき上げるやろ。気ぃつけなあかんで、思いっきり滑るで。崖行くで。俺崖ちょっと怖いなこれ。俺こっから先行ったことないのよ。うわ、めっちゃ行くやん。ガンガン行くやん。お前ら、これ道ないんちゃう？あんの？行くってことは道あるってことか。これ
めっちゃやばいな。うわ、刺さってる。おせちんよ。滑って落ちるかたいな。めっちゃ怖い。怖い。ここから先行ったことないから俺までビビってるっちゅうね。行きまする。枝怖いなこれ。道ちゃうやん。行けんのか。うわ、ケツね、そのまま崖に滑らしそうなんです。これ道、俺が言うた、俺が間違えたのかな。道ちゃうやん。ハイキングコースでも、怖いなこれ。車入ってきてるやん。車、あチャララチャララララ、これちょっとっていうか、すごいもん発見して、スルーで行く、俺どっから入ってきたよ、これまず。思いっきりダイハードやな、これ。ナンバーないね。こんなの。これ絶対キツネかタヌキ住み着いとったやろ、これ。すごいな。え、道ありました？道ありました？行き止まり？行き止まりか、悔しいな。ここへ来て行き止まりぞ。向こうから入ってきたんですよね。ほんでこう切り返して帰ろう思って、もう無理やって諦めたやこれ。めっちゃすごいやんここ。すごいな。どんだけエコやねこの屋根。残念ながら行き止まり、退散。飛ばさんといてよ、枝また引っかかったやん。ちょっと小関くん、小関くんが、怖いな。ちょっと待って、その枝ちょっと嫌やわ俺それ。避けるわ。
倒れんかな、こけへんかな、いける、ちょっとこの枝だけはちょっとやめて、何やろこれ、崖の方へね、うわ崖の方にねケツが降るんですよ、石噛んでんな、オッケーオッケー、インジェクションのパワーを見せろ、ここが一番怖いわ、泥行きますよ、こっち側はねそこまでドロドロじゃないところは知ってるんですよ、うわ泥泥次へ行きましょう、次の道はね通り抜けできるんですよ、そういう道があるんですよ、そこへ今から行きますわ、これ俺こんなん元でガンガンこんなとこ走っててハーレーで間違えて入ってきたら終わりやろ、ここなんですよ、これは抜けれますわ向こうに、うわもうちょっと戸籍めっちゃ水まくや、やめてよ、俺シールドしてなかった今戸籍数の顔してついてくるからな、あのバイクにそりゃ相当腕に自信があんねやろな、小関みんな釣りしてんねやろ、もう結構いかつい道なんですよ、うわめっちゃいかつい、
じゃんこれ。ここでもケツ滑るというね。こんなもんうっかりハーレーで入ってきてみ、こんなとこ。元の調子でうっかりハーレー入ってきたらもう終わりやな。どうやねん、たまに大きい石があるんで、それで車体がね違う方向に投げ飛ばされるんですよ。なんですけどこれね、ギアブレーキだけしか使えないんですよ、こういうところ。こんな前ブレーキなんか使ってみや、これ死ぬっちゅうね。行かれへんか。オッケーオッケーオッケー、よっしゃ。開けといてよ、前上げたら。もうそこ捨てるわ、無理無理。 OK、 俺はちょっと行けるとこ見せたらなあかんな。あ、もうちょっと向こう寄ってからな、勢いで俺突っ込みそうやな彼らに。ウフすごいやろセロすごいやろ、どうよ。いやこれ人に撮ってもらってたらな、俺の活躍ぶりが。自分で撮りながらやったらめっちゃ地味やね今の俺のハイジャンプがよ。あーしんどい。結構遊んだね今日。今日も結構遊んだね。山登りしてるやん。ハイキングコース？今ね、チョッパクのおじさんに昼飯食べに行きましょうって言ったら、
びっくりした顔して、え、食べに行きますみたいな顔されたんですよ。俺朝から何も食ってないんですよ。でももう今1時過ぎなんですよね食べようよ普通ね、昼飯ぐらい食べたいっすよ。んな、こんなとこ昼飯食いに行くとかあんの。あ、わかった、多分これ昼飯食いに行く前にちょっと一本行ってから行こう思ってんじゃろうね、あの人それやめてよ、そういうの、ね、すんなり行きましょうよ、すんなりと昼飯食いに。なかなかね、すんなりと昼飯食いに連れて行ってくれないんですよねこういう道を抜けていくんですよ、昼飯食いに行くにしても。ほんま入り込んでから行こうとするんですよね。もう慣れたわ俺慣れてきたわこういう道。変らしいんだ。あ、これか。これこんなんって言うんやん。これすごいな、これめっちゃすごいやん、これこんな雰囲気のめっちゃええとこやん。めっちゃいいとこじゃない。あー、いいところですよこれ。見っけたね。ええんちゃうこれ、なんかめっちゃ雰囲気いいっすやん。俺入ったら怒られるパターンかいや、バイクはドロドロでも俺はドロドロになってないから大丈夫でしょこれは。このカフェは堂々となんか紹介できそうですね、ここはね。めっちゃええやんかこれ。これはちょっと誰も気づけへんやろ。これは紹介しとかなあかんよ。ビール飲みたいな。本日の紅茶だけでよ。ノンアルコールビールやったらいいっすよ。いや、ええとこ見っけたね、これ。ちょっと分かりにくいんですけど、走っとく。うん、分からんすね。でも多分もう一回来た人はもうあれですよ。いいっすね、ここ一人でも来よう。ここ通りかかった際にはすごいね、それ。すごいすごいっすよね、それ山走った時にちょっと草入ってくるからでしょ。その草ちゃうから怒られるよ、自分怒られるからね、ちなみに今日一日でできんよ。おい、いらんこと言わねえから飲みやろどうなん、え、それ、なんなんそれ。え、じゃ下に溜まってるやん、入れた方がいいけど、うん、上に上げてみて、それちょっとやけどしてない、もうこれごと飲まなあかんじゃん。溢れさすんやない、そうやってね、探しよう。え、それ意味あんの。方のマニュアルはない。いや、もうこれなんかあれやな、うん、それもどうやってやんのそれそれしかないやな。ね、なんかこれちゃんだ。俺もそんな初めてやもんな。これは入れる。あ、砂糖、いや砂糖入れないです。俺もいらないですよ、砂糖は。この甘いもん食ったらもう砂糖いらんわ。そのさ、TY スコティッシュってしてる。 TY スコティッシュ、山浜そうそう。スコティッシュって俺なんか一瞬犬かなと思ってTY スコティッシュってあるの。トラッコラッシュ。ランツァ考えたら TY スコティッシュ。僕におすすめしてるんですか。うん、おかしいよ。ツースト、ツースト、ツースト、俺もちょっと別に個性的にツーストなんだろうな。お、買わないっすね。
いや、いるんちゃうかな。そうそう。いや、もういるんちゃうかな。もういるような気がすんねんけど。修理に残しときって言われたんで。修理に残しときって。それが怖いな。